さっきはなんとかうまくいってよかったわ。いつきさんは人気者だけど、やっぱり GGO のプレイヤーね。みんな戦闘となると容赦ないから気をつけないと。今回の目的はレアアイテム狙いなんだから、強敵との戦いはなるべく避けるわよ。ほら見て、大体こういう装置を操作すると何かしら先に進めたりするのよ。こんな風に。あれ、落ち着いて、ワープゲートよ。すぐに追いかけるから動かないで。プレイヤー認証、マスター登録開始。ユーザー名、登録完了。大丈夫だ、アスナ。問題ない。マスター。ちょっと待ちなさい。あなたこそ銃を下ろして。いつの間に背後を。話を聞いてくれ。俺たちはもう戦うつもりはない。残念だけど間に合わなかったからな。間に合わなかった？何を言っているの。すでにそこのアバシスはマスターと認めたようだし。この子がレアアイテム。ああ、正確にはこの前の大型アップデートで実装されたプレイヤーサポート AI アバシスだよ。レアすぎて情報がほとんど出てなくってさ。なあ、この大会がゲットできるチャンスだと思ったんだけどな。残念だったね、キリト君。またコツコツと高難易度エネミーを倒してドロップを狙おうよ。キリト、1ヶ月で GGO トップランカーにのし上がったという後継使いのあのキリトさん。キリトでいいよ。こっちはアスナ。別のゲームでは閃光とかバーサクヒーラーとか。キリト君、もう余計なことまで言わないで。悪い悪い、仲間のアスナだ。はあ、名前はランキングで何度も見ているわ。こんな有名人まで狙っていたなんて。アファシス、私があなたのマスターよ。私はアファシステムタイプ X
A29000。 マスター登録はすでに完了しています。この人が私のマスターです。現在メインシステムを 50% まで起動中。しばらくお待ちください。え？そんな！やっぱりな。だから倒しても無駄だと思ったんだ。よくわかったね、キリト君。アファシスがマスターと呼んでいたからさ。それに、いや、なんでもない。ん？ちょっと、なんで勝手にマスター登録しちゃったのよ！あんたのものは私のものでしょ！言い訳したって無駄なんだから。あんまあ、よし、あんたのものは私のものだから、あんたのアファシスも私のもの、そういうことにしてあげるわ。あんたにはさっき迷惑かけちゃったしね。プレハはマスターの上位者、認識しました。よろしくお願いします。じゃあ俺たちはこれで。まだ時間は残っているし、せっかくだから優勝くらいはしとかないとな。商品も豪華らしいよ、キリト君。ユイちゃんが喜ぶものがあればいいんだけど。私クレハって言います。私絶対にトッププレイヤーになるんで、覚えていてください。それと次会った時は遠慮なく撃ってください。ここは GGO なんですから。ナイスガッツ、クレハ。じゃあどこかのフィールドであったら遠慮なく狙わせてもらうよ。それと君、いい名前だな。一つ聞きたいんだけど、君はなんであの時アファシスをかばったんだい？なるほど、そうだよな。こういうものの理屈なんて後付けにしかならないかもな。うん、君とは気が合いそうだ。また後で会えるといいな。またね、アファシスちゃんも。バイバイ。メインシステム起動。90100。システムチェック、オールグリーン。起動完了しました。マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは仕様です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだからね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器はこれがいいですね。返却は不可です。これはアルティメットファイバーガン、長いので UFG と呼んでください。へー、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな武器？倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。だから未知の武器をあげることにしました。実験体ということではないですよ。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい、レア中のレアだよ。そうです、タイプ X はすごいのです。では早速 UFG の使い方を教えてあげましょう。マスター、早速 UFG を使ってみるのです。クレハは上から見ててほしいのです。きっとびっくりしちゃいますよ。ここからじゃダメなの？上が特等席なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。どんな武器？マスター、お疲れ様です。これでパーフェクトですね。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止してください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。キリトさんたちは何位だったんだろう。参加者なら順位がメニューから見れたはずなんだけど。すごい、キリトさんたちが優勝だよ。
でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケンに転送されるわ。戻ったら打ち上げよ。やあ、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。僕の方はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス？一部訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニュービーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アバシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った？どうも、貢献使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど、アファシスを手に入れトッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきも来ないか？残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな？マスター、パーティーは初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃないんだ。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。わあ、美人さんなんですね、アファシスって。こんなに近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれませんが、純然たるアンドロイドです。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X A29000。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマスター以外の方に使われるのはお断りします。うわぁ、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい、俺だけの可愛い子ちゃんが。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして、皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら、皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でも、どんどん
誘ってください。へえ、マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ、ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者にできる芸当じゃないと思うんだけど。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器は何なの？フォトンソードは使える？ん？その武器って見たことないんだけど、どこで手に入れたの？二実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、威力は、射程は、移動サポート機能。こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた、俺にこの武器を売らないか。エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。そりゃまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないしな。うん、ちょっぴり羨ましいです。よく聞くおまじないとかあるんですか？昔から運はいい方よね、あんた。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？うん、私は基本ソロ。狩りのために加入することはあるけど、あんまり長いはしないかな。あの、もしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンにホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうなの、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女の子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合えただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？